フレドリック・ユングベリは、スウェーデンビット出身の元サッカー選手。サッカー指導者。現役時代のポジションは、ミッドフィールダー、フォワード。セカンドトップ、ウィング、トップ下、サイドハーフ、センターハーフをこなす。元スウェーデン代表。日本では、フレドリック・ユングベリ、リュンベリ等とも表記されてきたが、フレドリック・ユングベリとして、 J リーグに正式登録された。クラブアーセナル時代のユングベリ1989年12歳の時に地元のクラブであるハルムスタッド BK の下部組織に加入し、1994年10月23日のアイクソルナ戦でトップチームデビューした。1995年シーズンはリーグ戦31試合に出場して1得点を挙げ、スウェディッシュカップを制した。 1997年には、アルスベンスカン優勝を果たし、ハルムスタッド BK では公式戦、通算139試合に出場して16得点を記録した。1998年、プレミアリーグのアーセナル FC に移籍。移籍金300万ポンドは、当時のスウェーデン人選手史上最高額であった。途中出場した、マンチェスターユナイテッド FC 戦で、 初得点を決め、デビュー戦を3から0の勝利で飾った。2001年の FA カップ決勝では、リバプール FC と対戦し、イングランド国外の選手として、初めて同大会決勝での得点を記録したが、試合には、敗れて、準優勝に終わった。2001から02シーズンは最高のコンディションを維持し、プレミアリーグと FA カップの2巻を達成した。 FA カップ決勝では、チェルシー FC と対戦し、史上初めて2年連続で、同大会決勝での得点を記録した。2005から06シーズンには、UEFA チャンピオンズリーグで決勝に進出し、怪我をして、FC バルセロナとの試合に出場した。2008年には、アーセナル FC のファンが選ぶベストプレイヤーの11位に、選ばれた。 2007年7月23日、4年契約で、ウエストハムユナイテッド FC に移籍した。2007から08シーズン開幕戦の、マンチェスターシティ FC 戦でデビューし、その試合ではキャプテンを務めた。2008年2月9日のバーミンガムシティ FC 戦で、初得点を記録した。2008年10月28日、MLS のシアトルサウンダーズ FC と契約した。 2010年7月30日、シカゴファイヤーにトレードされ、ロサンゼルスギャラクシー戦でデビューした。リーグ戦15試合に出場し、2010年末のメジャーリーグサッカー閉幕をもって、シカゴファイヤーを離れた。トライアルを経て、2010年12月30日に、スコティッシュプレミアリーグのセルティック FC とシーズン終了までの契約を結ぶ。 2011年8月27日、清水エスパルスと契約したことが、フィファ公式サイトなどで報道され、清水の早川岩尾会長が正式に、ユングベリの獲得を発表した。2013年1月までの契約で、推定年俸は6000万円。2012年2月14日、清水は怪我の治療のために帰国中のユングベリとの契約を解除すると発表。 一度は現役引退を表明したが2014年10月から新たに始まったインディアンスーパーリーグのムンバイシティ FC にマーキングプレイヤーとして加入し3ヶ月間のみ現役復帰した。代表1997年1月24日フロリダ州オーランドで行われたアメリカ戦でスウェーデン代表デビューした。1998年5月28日 マルメで行われたデンマークとの親善試合で初得点を挙げた。チームメイトの DF オロフ・メルベリトは、懸縁の中として有名であり、2002FIFA フフワールドカップ、前の合宿中には特組合いの喧嘩をした。2002FIFA フフワールドカップでは、腰の故障で目立った活躍ができなかったが、2004年の UEFA ユーロ2004は準々決勝まで、全試合にフル出場した。 2006FIFA ワールドカップヨーロッパ予選では、ズラタン・イブラヒモビッチ、ヘンリ・クラーションそして、ユングベリの3人で、チームの3分の2のゴール数を叩き込み、本大会出場に貢献した。本大会では準々決勝で敗退したが、全試合に出場して一得点を決めている。スウェーデン代表として、最後の試合は2008年6月18日の、 UEFA ユーロ2008グループリーグ、ロシア戦であった。6月27日、10年に及ぶ代表生活から、退くことを発表した。2016年7月、アーセナルアカデミーの U-15 チーム監督に就任した。2017年2月27日、VFL ボルフスブルクの監督に就任した、アンドリース・スヨンカーのアシスタントコーチを務めることが、 発表された。2017年9月、4カーの解任とともに、ユングベリもチームを去ることとなった。2018年6月12日、アーセナルはユングベリが、アーセナル U-23 チームの監督として、チームに戻ってくることを発表した。2019年6月5日、エメリ監督のアシスタントコーチとして、トップチームに昇格した。 2019年11月29日、成績不振によるエメリの監督解任と同時に、ユングベリが暫定監督として指揮を取ることが発表された。同年12月20日、ミケル・アルテタがアーセナルの監督に正式就任し、翌日のエバートン FC 戦を最後に暫定監督としての役割を終えることが発表された。同年12月24日、 アシスタントコーチとしてチームに泊まることが発表された。2020年8月22日、アシスタントコーチを退任してアーセナルを離れることが発表された。中盤ならどこでもプレーでき、フォワードを務めることもできる。フィジカルの強さ、運動量、加速力を武器とした攻撃的なスタイルを特徴とし、キャリア前世紀には欧州最高峰のアタッカーとも評された。 清水加入時には34歳であったが、総力について、監督のごとびは清水の中でも一番早いのでは、と評したとされる。母国の男性誌でモデルを務めるユングベリ2007年より、カルバンクラインの下着モデルを務めている。同性からも人気がある、サッカー選手であり、芸雑誌のサッカー選手人気投票で何度も1位を獲得している。 しかし本人は異性愛者でモデルの女性が恋人である。アーセナル FC 所属時にはクラブカラーを模して赤く染め上げたモヒカンの髪型をしていた時期があり頻繁に髪型を変えることでも知られていた。ありがとうございます。